かしいな。なんか最近やっぱり少ない、少なすぎる。やっぱり前より減ってるよね。私の名前は吉田陽子、大学生だ。最近疑問に思うことがある。なんか最近日本で活躍する韓国人選手が少ない気がする。日韓関係でピリピリしてる気もするから、そのせい？1993年に J リーグが開幕してから韓国の選手は日本で活躍してきた。そんな彼らが最近少ない気がする。どうしてだろう。日本は今まで多くの韓国人選手が J リーグで活躍してきた。有名なのが初の韓国人選手としてやってきたサンフレッチェ広島のフォワードのジュンユン選手だ。日本の皆さん、よろしくお願いいたします。彼は覚悟を決めて日本の土を踏んだ。彼は韓国では裏切り者として扱われていたからだ。失敗は許されないぞ。日本で絶対に成功するんだ。そうでないと二度と祖国の土は踏めない。彼はそう自分に言い聞かせ来日した。そう思わせるものが彼にはあったのだ。なぜなら韓国では、韓国のサッカー選手のくせに日本に行くとは何事か、この裏切り者が。彼をそう呼ぶ人々が多くいたからだ。今より日韓関係が険悪だった1990年代、韓国のサッカー選手が日本の J リーグで活躍するなんて言語道断だった。韓国の人たちから見れば彼の行動は裏切りだと思えたんだろう。でも彼は成功する。みんな応援ありがとう。おかげでいいプレーができたよ。ジョンユン、今日もいいプレーをありがとう。彼はその持ち前の明るさから日本のサポーターに愛され一躍人気者に。彼はセレッソ、アビスパ福岡でも活躍。自分の覚悟を現実のものとしたのだ。本当にすごいよな、ジュンユン選手。彼の成功と2002年の日韓ワールドカップの影響もあって、日本には韓国人選手が多く来た。ホン・ミュンボ選手やユー・サンチョル選手などが代表として挙げられる。お前も日本行くの？ええ、ちょっくら稼ぎに行ってくるわ。けど最近はその韓国人選手自体が少なくなってる気がする。代わりになんかヨーロッパの方の選手が多いような。あれ、吉田先輩、何考え込んでるんですか？いや、ちょっと気になることがあって。彼は野中慎二、ゼミの後輩だ。慎二君、最近 J リーグの韓国人選手って少なくない？それに比べてヨーロッパの選手が多くなってきたような。ああ、それ韓国にある K リーグのルール変更のせいかもしれません。あっちのルール変更が韓国人の選手が少なくなったことに関係してるの？はい、韓国で定められた U22 選手義務出場規定が原因かも。何それ？このローカルルールは2013年に制定されました。韓国のクラブは22歳以下の選手を登録メンバーに最低2人は加えないといけないというものです。え？それって結構厳しくない？若手を取るのはいいことだけど、必ずしも実力者とは限らないし。そこが問題なんですよね。そのせいで韓国の選手は高校などを卒業後 K リーグに入ることが多くなったんです。あ、もしかして海外流出を防ぐための手段とか。そんな感じですね。 U22 選手義務出場規定ができてから海外で活躍する韓国人選手は減りました。そりゃそうなるよね。若くて優秀なら国内のどこかのチームが引き取ってくれるだろうし。でもそんなことされて韓国の選手たちは不満じゃないの？自分たちの選択肢が狭められちゃうし。そこなんです。それで不満を持ってる選手もいるみたいですね。なんだそのルール変更は。なんで若手を無理にでもクラブに入れないといけないんだよ。むしろ海外にも自由に行けた方が彼らも育つのに。こんな感じで不満を持っている方はいます。でもこのルールって選手の海外流出を防ぐために作られたものですからね。そうそう、不満持っても仕方のない部分がある。他方で選手たちの選択肢を狭めるって批判もされてますけど。そりゃそうだよね。無理やり若手入れなきゃいけないのもクラブには痛手だし。でも韓国人選手が減った理由ってこれだけじゃないんですよ。まだあるの？
吉田先輩は J リーグのアジア枠って知ってますよね。うん、外国人枠もあるよね。最近までこの外国人枠は3人、アジア枠は1人までという規定が J リーグにはありました。つまり外国人は3人、アジア人は最低でも1人、クラブが所有できる選手がそれだけ制限されてるってことよね。そういうことです。でもこのアジア枠と外国人枠、2018年には撤廃されてるんです。今は基本的に外国人選手の登録人数に制限はありません。ただ年俸が480万を超える選手は A 契約となって最大25人まで、試合に出場できる外国人選手は J1 で最大5人、 J2 と J3 で最大4人までです。今はクラブに所属する外国人選手に基本的に制限はない。でも試合があるときはまだ制限があるってことね。そういうことですね。なるほど。試合に出場できる人数は決まってるけど、所属する人数は撤廃されたのか。そして韓国人がよく起用されていたアジア枠も撤廃されました。これによって南米やヨーロッパの選手が日本で活躍するようになったんです。それとアンダー22選手義務出場規定の影響もあって減少したって感じかな。あとはパートナーシップを結んだ国との提携も関係していますね。その国は外国人枠に含まれていないんだよね。そうです。タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、シンガポール、インドネシア、マレーシア、カタールの計8カ国がそれにあたりますね。たくさんの国がパートナーシップに協力してるのね。それが原因で各クラブは韓国人選手の比率が減ったとも言えます。アンダー22選手義務出場規定で若手は海外に行く機会が減って、アジア枠も撤廃、外国人枠もルール変更で南米や欧州の選手が台頭するように、パートナーシップの国の強豪たちも日本にやってくる。そりゃ韓国人選手が減って当たり前だわ。韓国の選手が海外に流出しなくなったのと、日本でいろんな国の選手が自由に活躍できるようになったのが主な原因でしょうね。あとは J リーグ自体の補強戦力が変わってきたことも関係してますね。どういうこと？将来が有望な選手への投資から能力の高い選手を獲得するようになってます。あとは観客数の増員やメディアへの関心度など、商業的な考えも強くなってますね。なるほど。即戦力で有名どころの選手が起用されてるってわけか。その証拠に最近の J リーグでは国内の有名選手の復帰が相次いでいます。またイヌエスタ選手やダビト・ビジャ選手、フレナンド・トーレス選手、世界的なスーパースターも獲得してきました。日本の J リーグなんか全体的にすごいわね。ってなると韓国人選手は K リーグに在籍することが多くなったのかな。有望な若手はアンダー22選手義務出場規定のおかげでどこかのクラブには入れるし、日本にはもう来ない？それはそれで寂しい気がするわ。いえ、韓国人選手の中には日本の J リーグに憧れる選手が多いんです。そうなの？その理由として J リーグの利点が挙げられますね。アジアの中で J リーグはあらゆる面で優れているんですよ。どういうこと？韓国人選手によると、クラブの財政状況、ファンの関心、選手のレベル、そして選手たちがいる環境が日本の J リーグは最高だ。だ、そうです。 J リーグはアジアで一番だと言っても過言じゃありません。その言葉に憧れて日本の J リーグ入りを目指す選手もたくさんいるとか。へえ、日本の J リーグってそんなにすごかったのね。サッカー好きなのにわからんかった。それでも韓国人選手って日本に来づらくなってる気がする。まあ自国が若手選手の囲い込みをやってますからね。それでも日本に来てくれる選手はいます。最近だと K リーグのチョンブクヒュンダイから来たソムボム君選手かしら。そうですね。彼も韓国だとすごい経歴の持ち主です。確か25歳で公式戦に201試合も出場してるのよね。東京五輪だとアンダー24の代表としてゴールキーパーも務めてる。そんな彼がなんで日本に来たのかしら。韓国にいても活躍できるのに。
それについて彼はこう語ってますね。ヒョンドクヒョンデも素晴らしいチームでした。でもそこで刺激や成長を私は感じることができなかったんです。だから日本に来て新たな挑戦をしたいと思いました。すごい、まさしくサッカー選手の鏡だわ。日本で活躍する韓国人選手は減ってるけど、それでも来てくれる人がいるのね。日本はそれだけ世界的に評価されてるってことです。そうよね。だから韓国選手だけじゃなく世界中の選手が日本のクラブに来たがる、誇れることよね。日本の J リーグはそれだけ評価されてるってことですね。なんかファンとしてそれってとっても誇らしいわ。僕もですよ。日本の J リーグは世界に誇れるものってことですからね。その通りだね。